はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は維新の嵐幕末志士伝土方歳三物語続きやっていきたいと思います。まあ、怪しい奴がいたら片っ端から叩き切っていくっていうね、新選組鬼の副長らしいプレイスタイルを今回は取っていっています。で、前回はですね、第二次長州征伐をね、断行するために諸侯の説得に当たるということで広島まで行ったんですが、まあ、残念ながらあんまりいい成果なく、現在は京都に戻ってきています。今回はその続きになります。早速時間の方を進めていきましょう。近藤さんですね。京都諸次第から手配書が来た坂本龍馬なる浪人が何かよからぬことを企んでいる。ついに龍馬か。ここに来てついに龍馬捕獲のそういう任務が発生しそうですね。近日中に京に入る、まあ、入京するということですね。なんとか接触したいよな。では龍馬捕獲のためにですね、各大使に指示を出していきましょう。順番、まあ、伏見にね龍馬いる可能性高いと思うので、伏見には当然出すとして、その他祇園とかね中京とかで、ね潜んでいる可能性のありそうなところを重点的に、各大使を派遣していきましょう。さあ、そしたら伏見にね鬼の副長土方自ら確認をしていきます。龍馬いるかどうか。龍馬の居場所は寺田屋で行くことができます。寺田屋に行ってみましょう。長崎の亀山か。まあ、亀山社中のね、棟梁ですからね。まあ、ただわざわざ長崎まで行くよりかはこの京都に入ってきたところを捕獲するという作戦で行きましょう。ではまた1ヶ月、まあ1ヶ月じゃないかな、2週間ほど経ちましたので龍馬がいるかどうか確認していきます。寺田屋で龍馬の行方を探るもまだ亀山か。まあ、いつね龍馬が現れるかわからないので、まあ、ここはね油断せず龍馬がいるかどうかっていうのをねしつこくしつこく確認していきましょう。お、ついに龍馬を見つけました。切りかかれるかどうか試してみましょう。亀山社中の要人、切りかかればただでは済みませんが、覚悟はよろしいですが、もうこれだって捕獲の命令出てますからね。まあ、捕獲と切りかかりはもちろん全然違いますけど、切りかかりましょう。龍馬強そうだけどな。龍馬に勝てるかどうかっていうのはもちろんありますけど、土方がね、突撃しても勝てない可能性があるんで、今回は、一緒にね、同席というか同行をしてくれているメンバーで、なんとか戦いましょう。斎藤はじめと、あとは長倉新八ですね。ついにこの時が来た。龍馬は真ん中にいますね。剣術180。剣術180で他の浪人も強いな。剣術100ですね。とりあえず目の前にいるおやつを切っていきましょう。まあ足場が悪いとね微妙なんで、当然この水辺を出しましょう。まずは中にいるとね足場を取られてしまう可能性があるんで、さあどう出てくる。まず龍馬をね切りたいところですけどね。いや長倉さん強いわ。切って捨てたね。そしたら正面からまず斎藤はじめで切りかかってみよう。お、剣が壊れた。
これでとどめが刺せるかというととどめが刺せないので、とりあえず土方も前に出しましょう。全員前を向くっていうね。おー、龍馬を打ち取った。まあ、打ち取ったというか気絶しただけだと思いますけど、倒しましたね。いやいや、順調順調。これで何かイベントが変わるかっていうとね、多分物語の進行上変わらないかなと思うんですけど、それでも亀山社中の用心、何にもなしかい、何にもなしでしたね。龍馬はいるのかな。寺田屋にいる。面会に行って会えるのかって話だけどな。寺田屋によく入れてくれたな。面会してみよう。断られそうだけど。いやいやいや、こんなことある。切りかかられといて、土方さんどうしたのっていうテンションですよね。普通だったらこの野郎ってなるか逃げ出すかだと思うんですけどね。ちょっと説得試みてみますか、この龍馬を解き伏せられるかどうか。まあ、龍馬は穏健派ですね。おい、いきなり龍馬をめちゃくちゃ削ったぞ。むちゃくちゃ削ったけど、まあ、勝ちには追い込めなかったですね。ただ龍馬をここまで削ったというのは大きいだ。そして龍馬の信頼を得てしまった。信頼を得てしまったらもう二度と龍馬に切りかかれない。あれが最初で最後の龍馬への切りかかり。まあそういうことですね。まあただ任務としては、龍馬の捕縛っていうのはね、ありますからね。このまま龍馬をのさらばらせておくわけにはいかないということだと思うんですけど、まあ、一度信頼を得てしまうともういきなり切りかかりはできないので、あとはもうイベントですね。イベントで捕縛できるかどうかっていうところになっていくのかなと思います。もうまた広島に行くという話ですね。まあ、前回もね、広島に行ったんですけど、大した成果は得られなかったんですよね。なので今回は広島には行かずに、この京都で、近藤さんのね、局長に代わって新選組の行動を預かりましょう。近藤さんですね、広島、まあ、長州に行っていたはずですが、いつの間にか戻ってきて、今度は金が欲しいと言ってきている。どんくらいお金が必要なんだろう。うわ、三幸太夫の身受けに金がいるという話が、まあ、これはね、まあやっぱ夜遊びというか女の子を囲おうとすると金かかりますよね。もう僕みたいな貧乏人にはね、とても無理な話ですけど、まあ、ゴーゴーバーに行ってその場で女の子とね遊ぶぐらいしかちょっとできないですけどね。会計担当の河合くんに、なんて言うんでしょうね、局長の近藤さんが身受けするって言ってるから金を出してくれないか。これが、その、鉄の掟のある、新選組の、規律的に OK なのかって話ですよね。これでしかも、河合さんの怠慢として、50両消えていることで切腹させられるのかな。可能性あるからな。で、誰が金を持ち逃げしたんだ、その50両足りなくなってるって言ってるけど、どうなるんだろう。しかも50両って相当な金ですよね。今でね、価値で言うとどれくらいなんだろう。まあ、1両10万としてもね、50両だとまあ500万とかっていう金額なのかな。で、その50両がなくなったっていうのはな、誰が50両持って、ね、持ち逃げというか、その、奪って隠したのか持ち逃げしたのかありますけど、気になるな。さあ、河合くんが50両なくしちゃって、50両実家から
取り寄せようとしてたんですけど、音楽がなんとなく物悲しいものに変わってますね。これは河合くんが切腹させられるんだな。いや、なんともかわいそうだな。もうこれ河合くんが金をなくしたのか、誰かにはめられたのかっていうのはありますけどね。まあ、ただ鬼の副長とはいえ、ね、ここはちょっと待ってあげたいので、待ってあげましょうとしたいんですが、もう強権プレイでやってるんで、もう待てない。もうこれはね、許しがたい、失態ですからね。ただ、なんで50両もの金がなくなったのかっていう真相がね、河合くんが死んだことによってもう分からなくなっちゃいましたよね。では、河合くん10番隊の隊長を任せてましたけど、河合くんがいなくなってしまったので、砂漠開国派で誰かいないかどうか確認していきましょうか。沖田はちょっと使えないですからね、今。緒方俊太郎が砂漠上位。砂漠開国派は、ちょっといないのかな。そしたら砂漠。まあ、砂漠派であってほしい。いいところではあるので、中島昇くん砂漠上位、彼にしましょうか。これでね、10番隊の隊長しっかりこなしてもらいましょう。河合くんが50両を使っちゃったのか、なくしちゃったのか、はめられたのかがわからないっていうのがね、ちょっと気持ち悪いですけど、新しく10番隊の隊長を迎えましたので、これで新体制として頑張っていきたいと思います。イベントですね。ひどくやられたようだなと。誰かに闇討ちを食らったな。平田石の田淵くんが負傷したという話ですね。女のところへ行ったら、魔男の老子が押し入れに潜んでいて、後ろからざっくりとやられた。これは新選組としての狼藉なのかどうかというところですよね。もちろん切腹してもらいましょう。こんなね。まさに指導不覚悟。敵に、後ろから切られたとあってはね。ただこの、近藤勇の、致し方あるまいなっていうのもね。どこかで土方さんとしては、局長が止めてくれることを、願って切腹を命じたんじゃないかな。ただ近藤さんは、致し方あるまいなと。まあ、一言あるのみですね。解釈は谷君に頼む。まあ、平大使の田淵君が、ここで、死んでしまった。ただこの田淵君のこの、感じは、山並さんの顔と同じ顔してましたね。先ほどね、谷内くんの一件に関して言うと、どうなんでしょうね。幕末新選組勉強不足なので、申し訳ないんですけども、本当にあった話なのかどうかっていうのはちょっと気になりますよね。新選組はね、この巡羅中、巡査中、まあ、不定浪士との切り合いで、落命した大使の数よりも、まあ、この規律違反で、切腹させられた大使の数の方が多いという話があったと思うんですけど、まあ、それが事実だと思うので、この谷内くんの一件もね、あってもおかしくない一件だと思うんですけど、そういう事件が本当にあったかどうかっていうのはね、ちょっと気になりますね。イベントですね。谷三十郎くんから、やたらと斎藤くんの悪口を聞かされると、これは谷くんが、闇討ちされるな。そういう予感がしますね。これはでも本当にあった、あの出来事だったと思います。土方としてね、谷につくのか、斎藤につくのかというところなんですけど、まあ、ここはもちろんね、副長という立場である以上は、まあ、放っておく、どちらかの側につくっていうようなことはね、まあ、本来してはいけないと思うんですけども、ここはね、谷をバッサリ追放しましょう。
谷くんだが、君に任せる。まあ、つまり、切って捨てろということですよね。これで、谷くんもいなくなる。谷くんは今、観察型にいるので、谷くんがいなくなったら新しい観察型を任命しなくちゃいけなくなりますけども、これ本当に、どんどこ人が、大使が死んでいってますけどね。イベントですね。掃除がやってきました。まあ、掃除がやってきて、差し物、まあ、つまり脇差しのことだと思うんですけども、金800、まあ、今、この土方は8000両なのかな、8000両はちょっとないかな、さすがに。8560っていうね、まあ、単位のお金を持ってますからね。800だったら全然買えるな。で、近藤さんからですね、諸君聞いてくれ。これからは銃が戦の主力になるだろう。まあ、戦国時代の時もね、もうすでに、主力の一つとして、鉄砲はあったと思うんですけど、まあ、新選組にも、鉄砲を配備して、様式の朝練も入れていきますという、まあそういう宣言ですね。様式朝練も、兜の尾の締め方や、敵の首の上げ方まで、こと細かに決められておるのかな。まあ、そんなのはないですよね、きっとね。まあこれで、新選組がね、まあ、いわゆる、鳥羽伏見の戦いに始まる戦争の中で、まあ、ある程度まとまった戦力として運用されると、まあ、切り込みたいっていうよりかはやっぱり鉄砲も使えないとね、使い道があんまりないですからね。というところで、今回はね、ちょっと短めですが、1866年6月10日まで進んだところで一旦終わりにさせていただきたいと思います。まあ、史実通りと言っていいのか、新選組の中で、規律違反、これによる処刑、等々がね、ちょっとずつ起き始めていて不穏な空気が漂っているというところになります。